皆さんこんにちは、プロスノーボーダーの内山美恵です。今回は仙台の長町方面で伝説ポケモンたちをゲットする旅に行ってみたいと思います。はい、前回で私学んだんですよ。朝の5時から気合い入れて行っても人がいないということで、今回は平日でも仕事終わりの5時をめがけて内山美恵も出没することにしました。それでは早速行ってみたいと思います。さあ着きました。目の前にいるのに人がいない。よっしゃ、5時みんなは定時で仕事が終わってるはず。ここかな。これ今目の前ですが、ファイヤー41,953仙台河南教会の前に来ましたね。おー、ここですね。さすがにね、長町駅からちょっと離れたので難しかったですね。あ、人がいるかも。さすが、やっぱ5時に仕事終わりで集まるんだ。そう、今まで人間いない問題でしたから。いやー、場所はこちら、こんな感じです。今人が集まってます。ここ着きました。着いた着いた。集まってる。急がなきゃ。急げ急げ。ログインログイン。お、残り43秒、入ってしまった。参加者を探しています。さあ8人入ってます。やったー、これはいいぞいいぞいいぞ。はーい、よかった、間に合った。よろしくお願いします。今6人で戦ってるんですかね。6って書いてある。私弱いから6人でいけるのかな。今日もジャッピーに会いに来た。これなんか水晶でシャワーズさんいっぱい配置されるんですけど、この火の人にはシャワーズがいいってことなのかな。頑張れ頑張れ。さあ、さっき7になってたけど、やっぱ6人で戦ってますね今。いやー、よかった、長町。今日はね、長町駅をすぐ降りて歩いてすぐのとこのジムバトルでカード使いました。残り190秒、黄色くなってる。あれ？トータル何分あるんだっけ？今折り返しってこと？間に合うかな？何分から 何秒だっけ？で、今ちょうど半分だから、なんか大丈夫そうな気がする。いやー、いいね。平日は5時以降に動くことにします、今度から。討伐すんよ。あ、
あ、戦えるポケモンがいなくなった、ポケモンを選んで、もしくはバトルに復帰。はい、そう、この前ね、これで焦ってね、私傷薬がないんだよ。できる限りでやるか。いい傷薬。はい、はい。じゃあこれで、違うか。どうしたらいいの？どうしたらいいの？これで合ってる？いろいろ合ってる？でも早く戻んなきゃ。どうしよう。もう一度参加する。よしよし。今度は降参しなかったぞ。前回間違えて降参ボタン押したからね、この右のやつ。あ、赤くなってる。おー、いい感じ。わーい。さあ、もうすぐ倒せるんじゃないかな。ね。お、残り8秒。ひゃひーん。キュン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 。やったー。ファイヤー。倒したったー。お、元気のかけら15個。金のずりの実3つ。技マシンスペシャル2個。え、2個ももらった。不思議な目6個で1万 XP やったー、嬉しい。はい、黄色チームはプラス2個なので、トータル9個でゲットチャレンジへ行ってみたいと思います。はい、ゲットチャレンジへ。さあ、前回コメント欄にたくさんいただいたので、ね、七の実は初心者向けっていうのをね、知りましたので、この木のずりの実を使います。そう、それでなんかね、無理してカーブボール、いや、でもね、ここはね、あ、この落ちた瞬間、いやー、ね、下がった瞬間に、あとね、火吹いて、これよね、火吹いてすぐ、やっぱりカーブボールはすぐには得できませんので、ちょっとシンプルにストレートで行ってみようかなって思いますね。コメントでね、アドバイスもいただいてたので、よし。あー、ちょっとこう、なんかね、投げるの怖くなっちゃったよ。よし、頑張る。いい、うそー。これ確かすごい遠いんですよね、ファイヤーって。よし、行くぞ。よいしょ。え、さあ、あと5球。火吹いた後だよね、確かね。このね、ファイヤーさんすごい静かかも。いけるかも。行ってみよう。よいしょ。さあ、お願い。ワン。あ、え、ワンパチって。え、嘘。え、やったー。やったー。ファイヤー捕まえたぞ。マジで。え、マジで。嬉しい。え、ありがとう。え、本当に今、ワンパチみたいな。え、すごくない？え、やったー。ファイヤーかっこいい。火に炙られてるチキンですね。うん、かっこいいぜ。ファイヤー、2羽目。2匹目っていうのかな。あ、すごいね。尻尾からもあれ、火吹いてるよ。すごい。うわ、やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。今日長町に来てよかった。この子と会うために今度来たんだわ。はい。炎の渦とオーバーヒートっていうのを持ってます。せっかくだから戦いで使いたい。嬉しい。さあ、ポケモンを調べてもらいます。よいしょ。ヘイ、ファイヤーを見てやろうか。うん、お願いする。お、全体的にトップレベルだぜ。なんといっても HP がすごい、攻撃もすごいぜ。素晴らしいぜ、本当にな。なんと今まで見た中で一番小さいファイヤー。ちっちゃい子大好きね。ちっちゃい子ってちっちゃいだけでさ、可愛いじゃんね。やったー、嬉しい。ありがとうございます。やりー。はい、ここ長町駅降りてすぐでゲットしました。やったー。というわけで今回ゲットしたのはこちらです。インコ前でゲットしました。やったー。歩道完成の日。あー、これか。これかな？これですね。この角度だ。こんな感じかな。はい、こちらでファイヤーズゲットできました。あ、あったあった。
着きました。長町南駅から歩いてちょっとあるかな。チャーチ到着です。入ってみようかな。いやでもね、人がね、今ここ女性が多くて6人ぐらい集まってるんですけど、めっちゃてっ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 て連打してたからもう入っちゃってるかもしれない。どうだろう、聞いてみようかな。さあ入っちゃいました、はい、今すごい着々と人が集まってきて声をかけてくださいました。パワフルな女性の方が、すごいみんな声をかけて、すごいな。ちょっと一旦逃げて、もう一回入って10秒あいつら投げて戻ってくるから、ちょっと無理だ、一回逃げて、もう一回入りましょう。薬無駄になる。薬がだんだんなくなってきました。いやもう俺買ってますよ。あ、そうなんですね。買う、あ、なるほど。とても、すごい。じゃあいっぱいやってるんですね。いっぱい負けてるんですよ。いやすごい下手くそだからよげれない。いや残り78秒のやつですか。はい、早い。残り200秒でもう黄色ですよ。あーすごい、やはり強い人がいっぱいいます。長町エリア侮りがたし。うわーすごい、でもサイクルするだ。わーい、ゲットです。ゲット。そして1枚 XP をいただきました。ちょうど戦えるポケモンがいなくなったタイミングで勝ちましたね。さあボールは6つ、ゲットチャレンジ行ってみたいと思います。今回はね、無理しないで、あのカーブボール初心者無理しないでストレートで投げてもいいよっていうのを教えてもらったので、ちょっとストレートでね行ってみたいと思います。よいしょ、あれストレートなのに曲がる、嘘。ちょっとストレート舐めてました。お、ストレート、さあお願い。なーん、惜しい。さあ CP が1809のファイヤーです。さあどんどん行きましょう。よいしょ、グレート、あう。え、やっぱストレートだと捕獲率って変わるんですかね。今回はストレートの回にしてみたいと思います。よいしょ、うそー、よいしょ、ストレート。これストレートでムクスレント入らないってどんななんだろうな。やっぱストレートだと難しいのかな。さあラスト1球になってしまいました。さあちゃんちゃん行きますよ。さあちゃんちゃん行こう、ちゃんちゃん行こう。よいしょ、うわ何も入んなかった。さあどうだ、にゃん、じゃんねー。1日2匹はさすがに難しいか。というわけで今回は仙台市の太白区あたり長町周辺でポケモン GO をやってみました。今回も貴重なお時間いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。じゃあねー、バイバイ。